はい、皆さん、どうも、こんにちは。今日はいいお天気ですよ。すごく。このね、このよく晴れたこの雰囲気ね。ほら、見てください。ね、光の当たったところと影のところがはっきりわかるでしょ？だからこういうね、こういう時はいいチャンスなんですよ。明暗とね、それから当然光と影のコントラストを描いてみる。ノンストップでパッパッパッと書いてみますからね。楽しみに見てください。さあ、風も吹いて気持ちいいからね。じゃあやりますよ。まずね、私の見てる自分のね、目の高さをね、画面の中に設定しちゃいます。それで、まず大きな塊からですね。大きな塊をわっと置いてみる。とにかく細かいもの一切なしです。大きな塊をラフな鉛筆のタッチで置くということですね。もうこういう、ガーッとこういう風なタッチですよ。だから、ここで、じゃあここら辺は影の部分かなーとかね。まあ塗らなくてもいいんですけどね。頭の中ではそういうことです。ここら辺影かなー。ここも影かなー。ね。そうやって影日向のパターンを、まあちょっと頭に置くというふうにすると、今日は自分が何をするんだろうってことがね、はっきり見えてきます。そうしたら、ここの中で、まあ、ちょっと定型の、まあ、お家なんかもね、まあ、これも大体なんですよね。ちょっと書くと。あんまり重要じゃ、これ今回光と影だからね、あんまりこういうものあんまり重要じゃないんだよね。だから、なんとなくそんな風にちょっと見えますかな、みたいなことでいいんですね。だから常に、今回の絵のポイントっていうのはね、いつも意識してみるということですね。さあ、こんなんですよ。いいでしょ？もう割り切って描いちゃいます。ね。もう楽しんで描くことが大事なんだからね。うん。多少の失敗は許してしまう。ね。もうね、絵描くときに、あ、ここがダメだ、あそこがダメだと絶対思わない。あ、ここはうまくいってる、あそこもうまくいってるってね。そういう気持ちで書くとね、本当にノリノリになっちゃうんですね。と喋りながらもう形ができちゃいました。ね。早いでしょ？だからね、なんかちょっと書くかな。こうね、どうだ？ね。よし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 。で、そうしたらね、今日は日向と日陰だからね、いつもやり方と違うやり方ちょっとやってみようかな。どうやるか。もう最初ね、日陰のとこをちょっと塗っちゃう。ね。うん。だから、太い筆で用意してきて、日陰のとこね、まあ、とりあえずプルシアンブルーかなんか塗っちゃう。ね。いつもと違うアプローチ。もう頭はいつも柔軟に。ね。で、例えばここら辺日陰だからね。もう日陰そうなところ、もうちょっと塗ってみよう、こうやって。そうそう。うん。こうだな。それで、あ、ここみんな日陰だな。全部日陰。ここら辺もこう日陰だ。こう日陰、日陰、日陰。ここがちょっと日が当たっていて、ここも日陰。いいね。わかりやすいな。あとはね、こう書きながらね、やっぱり字が自賛だね。お、いいじゃないかみたいなね、そういう気持ちですよ。いつもね、ノリノリ。ね。絵を描いていて幸せだな。よかった、よかった。ね。そういう気持ちです。これでもう、日向と日陰がね、どういうパターンになってるか見えてくるんですね。自分の頭の中もはっきりしてきます。こうだね。日向と日陰パターンですよ。こっちの方も少しね、ちょっと日陰っぽい。よし。これで日陰のパターン見えてくる。そしたら、ね。いや、これ、動きが分かっちゃったんだからいいよね。空か塗ろうかな。ね。ここら辺はね、ジョン・ブリアンとか、もうこれいつもの通りなんですね。なんかちょっと色を置いてみる。今日よく晴れてから空も、まあ当たり前だけど少しブルー塗っけとこう。よいしょ。はい。ね。それで、これでも一応日陰のパターンはできてるんだからね。まあ、どこに塗ってもいいんだけど、ここ地面塗ろうか。こうね。こんなところね、どんな色にするか。当然、これ日向だから、暖かい色だろうっていう、まず、
まず決まりですね。ぴったりの色じゃなくていいんだよね。うん、こうやって、こちらから、こうだよね。で、いつものことながら、画面の中でちょっとずつ色を混ぜてみるってわけですね。うん。こうかな。水の流れる力を利用して、なんとなく描きます。まあ、空気遠近法的には、遠くの方が明るくですからね。こうですか。これで、まあ、日向の地面が描けちゃったわけですね。もう冬間近ですからね。草を刈ってあるのね。だから、その絵を重ねてみる。これはね。と、さっきのブルーと重なって、猫ひこで日向と日陰になったんですよ。これだから、最初にブルー塗っとくと、そういう意味では便利ですね。こうですか？ちょっとこのくらいかな。クリームような色もね。ちょっとくらいこうあるよね。こうかじゃん。ねこれなんて当然グリーンのような色もある。これも、こう重ねてあげることで、日向のグリーン、日陰のグリーンっていうふうにね、こうなるからいいんだよね。こうだよね。うん。ここ。ここが全部日向だもんね。だから、もう大胆に色を置いていこう。ここもただ、手前と奥でね、感じは少し頭に置くんですけども、ここに重なったら、ちゃんと日向光が見えてるでしょ？これね。からね、やっぱり外で描くときはね、やっぱ描く手順っていうのが大事ですね。濡れてるうちに描いた方がいいか、乾いてから描いた方がいいかですね。と手前の方は、形をね、はっきりこう描かなきゃいけないから。だから、最初に塗っておいて、乾きを待つ。そういう余裕を作っておくわけです。ですね。通常風景はね、遠景から描くというふうに、まあ、言うんですけども、ただ外で描くときはね、乾きを待つかどうかっていう、そういう手順が生まれてくるわけよね。うん。そうすると、少し、手前の方をね、まずとりあえず描いといて、それね、でそのこれが乾きを待っているという状況ですね。あ、風が出てきちゃったね。ちょっと待っててね。ちょっとここ、こういう時はね、ここ、ね、クリップなんで止めなきゃいけないんだね。ちょっと待ってて。よいしょ。よし、これ完璧だぞ。こうやってね、手前ね、手前は、まずウェットウェットを使って、ね、こうどんどん重ねて色、ね、まず置きます。ほら、ここ暗くしたからずっと、ね、日向日陰見えてきたでしょ？はい。それじゃあ、ね、遠くの方を描いてみよう。ここら辺ちょっと紅葉がね、なんかちょっと美しいから、まず、大きくですね、円形は。もういつもね、ものを単純化してみましょうっていうことね、僕言ってるんですけども、そのことがやっぱり遠景は特に要求されますね。だから単純化だからね、まあ、どうしどうし色を置いていくと。まあ、それにつきます。こんな感じだよね。そして、遠くの山ですね。ここはもう、とにかく見た目以上に単純化です。これはね。
ここもね、日向と日陰あるんですけども、あんまりこれ詳しくここを見るとダメなんだよね。むしろ、ここを書くことで、ここの日向のこの木を目立たせてみようとかね。そういう、ここではそういうコントラストをつけるために、ここを描くという感じです。で、これをね。そして、こういうところね、紙の白残ってていいんですよ。ちょうどそこに光がね、こうなんか表現されるんですね。紙の白を残してあげる。で、単純化。こうだね。うん。かな。ね、さあこれ見えてきました。でもこっちですね、ね、ではざっと描きましたよ。特に前景と遠景ね、それから日向の部分の色を置いてあります。で、一番最初にでもこう日陰のねとこをブルー、薄いブルーで塗ったんですよね。今からその薄いブルーのところを目安にして日陰をぐっと暗く塗ってしまいます。そして今日のテーマである日向日陰のコントラストを表現したいと思います。じゃあやってみますね。はい、日陰は暗くて冷たいようです。割り切ります。プルシャンブルですね。ミネラルバイオレット、十分暗くて冷たい色をまず用意します。そして最も大切なところにそのコントラストを強めています。自分がこの絵のここら辺を一番テーマとして見てほしいなと思うところですね。そこをこのくらい強くです。そうしたらその色を少し薄めて日陰のところに色をかけてみます。もう一個ですよ。どうですか？ね、なんかこう、光と影が見えてきたでしょ？もうこれで、まあ、だいたいできたんだよね。まあもうちょっと前景をね、描いて空間を強めるのと、それから、せっかくこう電柱なんかあるからね、電柱を描いて、その影を地面に落とすと、さらに日向と日陰のコントラストがね、強まって、絵も面白くなると思う。そこだけやって仕上げです。
き上がりです。はいね、書き上がりました。今回は光と影ということをね、ポイントに描いたんですけども、もうねどん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 ね太陽動いて、その感じは変わっていきますので、できるだけ割り切ってね、手早く描きましょう。今回 2,30 分で描いたんですね。いかがでしたか、ね。なるほど面白いなと思った方は、評価とね、またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までね見てくれて本当にありがとう。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。